今度はちょっと待てよ。ね、その絵画とかにある神話とかの絵画にある人、ママタラスとめって、めっちゃこんなんやんかって。それのね、その義士っていう。それええやけど。贋作とか言わないわ、そんな。義士っていうの、偽の歴史。その絵も偽物やか。アマタラスの目パッチリしてるかな、アマタラスの中に。なうちらこそ太陽の民族って呼ばれたんやし。な太陽のようにほがらかやし。ブラックって中めっさほがらかいねん。な、なんか精神病患者もな、治そうと思ったらこんな底抜けに明るい奴らと一緒におらなあかんねん、ほんまはな。なーんか、じめじめした組織社会向きの性格じゃないから壊れたんやろ。どんな目であっても。な。で、なんでまだ組織的に治してもうてんの。なあ、でっかい病院とかも特にそうやろ、組織。組織やろ、患者にまで組織を押し付けてるって気がつかへんか。患者にまで組織文明押し付けてるやろ。で、超安全とバカンとかも組織そのものやないですか。メラが食らったいじめも組織的いじめやろ。うちらの時代までそんななかった、まあ、いじめられるこのが大多数やったもん。な、じゃあいじめ子ってどんな理由って、めっちゃ口立ってんギャグもナイスギャグ。で、主にいじめっ子、大量いじめとかって先生を口でやり込めてるわけ。人気めっさあって、いじめっ子って。で、じゃあ、自分勝手いじめっ子と同じぐらいの人物だと思ったら、コツンってやられて。そらそうやろ。厳しいおやつさんに育てられた子供が多かった。まあ、職人みたいな父親に育てられた子供がね、それは自然と。いじめっ子になっていった。教育をどのように回避するか。な、そういうことやんか。な、そういうのちょっとずつちょっとずつな、その取り戻していかなくてね。